はい、マノチです。よろしくお願いします。ドラクエ11やっていこう。ネタバレをね、大いに含むと思うので、ここで止めちゃう人は止めちゃってください。OK ですか？よし、行きましょう。今回はね、ドゥルダ教の、試練。最後の試練を受けていきたいと思います。最終試練ですね。まだ初見なんですけども、なんとかこう初見で30点以内、行きたいなと思います。2人ずつ組むんだ。まあまず一番最後が多分一番厄介だと思うから、ベロニカ・セーニャ行きましょうか。多分だんだんと厄介になっていくんだと思うんだよね。だからここはまあカミューとシルビア。カミューとシルビア4000持ってきた方がいいのかな。ここだな。全体攻撃がね、おそらく必要になってくると思うんだよね。だからエニックスと主人公とローは別々にした方がいいと思うんだよ。こんな感じか。とりあえず主人公とグレイグにはあのケイオスブレード装備してから、10% の確率でなんとか戦闘開始直後の倍キルトを引いてほしいね。よし、とりあえずできる限りの準備はしてるです。あまり強そうには見えないけどもね。これいっちゃっていいんじゃないですかと思うんですが、多分そんな時間かからず倒せるべ。この技好き。なんかそのいい年越えたじいさんのスケベ心っつうか、すごく好きな技ですね。これはなんかそのカッコつける感じがまたいいよね。マルティナーに何するかだな。まあピンクサイクロンかな。よし、装備変えましょう。ライガークラッシュ、これで倒してくれればいいんだけど。よし、早かったですね。4手いいペースじゃないでしょうか。1人かい。そしてバイキルトがかからずだ。全然いいんだけどな、しょうがない。二刀流にしての、二人の守りを捨てて攻撃力超アップ、これ使いましょうか。使いましょう。初めて使う。おー、わいい。なんかシンプルだけどすごいかっこいい。あ、守備力も上がるんだね。あれ、勇者の剣、貝が強いんだっけ。あ、貝で合ってるんだな。よし、剣の前かい。ほう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 、なるほど。これは、
ギガブレイクで行くかな。で、あとは、どこ行った、天下無双ですね。順調だ、はって順調だな。今のところ簡単だよね。パンドラボックスか。分身。あぶねえ、超焦る。結構呼ぶのね。デュアルブレーカーで。まあ、マホトラは全然いいわ。てかあれか、この2人だと連携何もないのか。わかんねえ、どうしよう。ジャスティス行くべきか、キラージャグリングかだな。どっちが強いんだろう。多分ジャスティスは600ぐらい確実に食らうんだよね。キラージャグリングのダメージがな。ジャスティス行きますか。よいし、600食らわないしね。12手、はい。クロスマダンテですね。ここはもう完全なるネタバレってやつですね。しょうがないですね。余裕だったな。思ったよりなんか余裕があったな。はーい。あ、星フルーでは作れるようになるんだ。オリハルコンなんだね、星フルーであって。はーい。これはあれかな、多分ローか、ローの装備かな。はい、ということで、最終試練、なんと、まあ、13手でいきましたね。いや、どうせ強いんだろうなと思ってめっちゃ警戒してさ、結構レベルも上げて装備も整えて結構な準備をしてしまったんだよね。そのせいで逆にちょっと余裕すぎて面白みがなくなっちゃったね。ちょっと失敗ですね。もうちょっとこうなんかギリギリな戦いをしたかったかな。はい、ということで、ドゥルダ教の最終試練やってみたという動画でした。終わり。バイバイ。